今日はちょっと雨が降ってて風が強いです。で、デトックスカフェフェリシダードで今日は朝ごはん食べます。ビーガン焼き菓子、体喜ぶデトックスカフェ。当店のモーニングは、こちらのお野菜をお皿に入れていただいて、でトッピングもお好みのものを自由に入れていただきます。で、こちらがドレッシングになりますね。ドレッシングをかけていただいて、あとはコーヒーとハーブティーがお選びいただけます。こっから取ってくださいってことなんですね。そうですね、はい、こちらから。そうです、そういうことですよね、はい。今日のドレッシングが何かちょっと私は分かんないので、はい、ちょっと聞いてきていいですか。あ、どうぞ。すいません。ドレッシングが、自家製の味噌と自家製の粒マスタードと、あとはメープルとかで味付けしてますね。で、こっちがジャムなんですけど、ドラゴンフルーツのジャムになります。ドラゴンフルーツの、はい。でこちらが塩小豆です、ね。ヨーグルト、ヨーグルトが玄米で発酵させた豆乳ヨーグルトになります。ちょっとシュワシュワっとしてます。手の甲がグルテンフリーです。あ、全然映ってないです。映るんですか。はい、映るんですか。はい、本当にどうしよう。やっぱりなんか、映んなくてもいいですよ。どっちでもいいです。どうしよう、この明かりショーなので私説明するの。じゃあカメラないって思って。ないでやりましょうか。はい。あ、ごめん、上がグルテンフリーの。やっぱり影、隠れちゃうんですよね。あ、じゃあ影はここに来て。もうちょっと前に。上がグルテンフリーのコーナーなので、こちら。米粉と大豆粉とアーモンドプードルで作ってます。全部すべて乳製品使わずにバターとか使わずココナッツミルクで作ってます。で下の方がステルト小麦粉の方で作ってますね、はい。このあのグルテンフリーの方もバターで作ってますので、はい、すいません、またちょっともうちょっと蒸したらまたいろんな種類並ぶので。あ、そうなんですね、うん、すいません、またちょこちょこ出していくので。はい、私も極度の明かり症で。朝摘みパンです。と豆乳ヨーグルトとサラダです。ありがとうございました。ごちそうさまでした。けちゃん、バイバイ。ビーブル沖縄ビーガンスイーツの店らしいです。こんにちは。こんにちは。あ、クッキーだ。クッキーいっぱい売ってます。全部グルテンフリーなの？あ、物によって？はい。そう。大体ビーガン。マフィン。限定のこちら自然栽培ターンも、こっち宜野湾市なんですけど、ターンってタイモ？タイモ？タイモなんですけど、自然栽培でやられてて、そのスペシャルのビーガンマフィンと、あとはビーガンチンスコ、普通ラード使うんですけど、これ、はい、ラード使わない。これはタイハブゴマ油。で、そう、ラード使わずにあっさり仕上げてます。で、ゲット沖縄のあの、うん、葉っぱ、はい、葉っぱのパウダーを入れて、こちら人気商品で、うん、一つ目のことができます。あ、季
節限定なんですか。今春だったんですけど、ああこれはビーガンフェス用にちょっとお取り寄せして出してます。じゃあ明日買えるんですね、これね、はい、あと泡盛のクッキーもすごく人気です。これ、はい、泡盛のそこが出て美味しい。なんか飲み物もやってるんですか、ここで。飲み物、はい、あっちでつけたものも、はい、こちらで何種類今何が一番あれですか。今は、あれで夏につけたものが今解禁になってるので、うん、あ梅とか、パインとか、梅とパインがオレンジバジルとか、そうですね。あそこに並んでるやつですか。はい、仕上がってるコースになってます。下はシーコースまだ発達シーコースもあります。シーコースもあります。あと、こっちが冬瓜と巨峰とスパイスですね。こっちがグアバです。よかったらどうぞ。ソーダ割りになってます。どっちがいいですか、加藤さん。え、僕、どっちだっけ、こっちがグアバで、こっちが冬瓜、あ、冬瓜します、僕。冬瓜、はい、じゃあ僕グアバでいきます。はい、いただきます、はい。すっきり、すっきりします。冬瓜が多分淡白なので、冬瓜の味はしないか。ガバだ、ガバ。これから八千夢行くんですけど、ちょっとグリーンリーフさんで休憩をします。なんかメニューが増えたような気がする。雑穀ぜんざい、有機野菜めっちゃいっぱい売ってます。ブラウンシュガーファーストがポップコーンを出している。知らなかった。ピタヤボール、こっちはタコライス、ハーフです。ハーフサイズ、はい。あ、猫がいる。猫、猫、こんにちは。これ飼い猫ですか。そうですね、こっちにあの住み着いてます。あ、そうですか。めっちゃかわいい。今日は実覚さんという工房に来ております。はいはい、トラが早速、あ、これトラっていうんですよ。めっちゃ懐きました、これ。え、こっちに入っていいですか。あ、どうぞどうぞ。靴脱ぎますか。うん、うん、そのままですよ。これは私はスタイルですね。そうそう、僕ロクロは、ロクロ履けるからね、うん、いつも裸足ですよ。この後また那覇でしょ。那覇でガラスやります。奥原ガラスさん。あ、そうそうそう。あ、懐かしい、ろくろね、焼き物やられるんですよね。あ、やるというか、やってたというか、最近全然やってないですけど。あ、これは企業秘密じゃないですか、大丈夫ですか。あ、全然、全然大丈夫ですよ。全然大丈夫です、うん。
が今から取っ手がつくんですけど、マグカップ、マグカップになるんですよ。削ってから、削るのめちゃくちゃ早いですね。さすが。さすが。大量生産でやってたからね。早やれっていう感じ。叩くだけでわかるんですか。大体ですよ。叩いて破けちゃうこととかないですか。削ってて破けることはありますね。うん。削りすぎてポンってこう穴が開いてしまうっていうのは。たまにありますよね。そう。白化粧難しいですよね。まあね、僕もでもこれしかもう最初にやった仕事が沖縄の焼き物なんで、なんか逆にこう素焼きやったりとかっていうの、まあ僕の親方はちょっとやったりしたけど、うん、まあ、教えてもらったのがこれやから、それをまあ今続けてるっていう感じ。はい。もう分かります。でも陶芸大変ですよね。いや、僕らなんかまだね、沖縄で修行して沖縄でできてるからいいけど、やっぱ本土に戻ったりした人たちなんかの話聞いたら、やっぱもう全部一からやから、また限度も、うん、あの釉薬も相性とかありますもんね。そうなんですよ。好みの色が全然出ないとか、もう大変、多分すごい、もう言い尽くせないぐらい苦労してると思いますよ。ですよね。うん、たまに電話で喋ったりするけど、ただでやっぱりそういう人らやっぱすごいなと思ってね。偉いなと、僕らなんか何でもないなと思って、そのままできてるから沖縄で。なんか一枚のお皿ができる苦労がすごい、工程がね、すごいわかるから、お客さんって結構作家物の買うと値段高いって言うじゃないですか、うんうん、全然高くないからって。お皿1枚1万円くらいでいいからね。思いますよね。沖縄は比較的ちょっと値段がね、全体的に安いもんでね、もう少し安いですよね。作家のお店とか行ってもすっごい値段安くて、ね、東京のなんか半分とか、うん、そんぐらいの感覚ですもんね、うん、もう少しね、こう全体的にこう上がっていってくれてもいいと思うんですけどね。うん。すごい、ドクロだ。ゴリラ。ああ、コーヒー豆カップ、かわいいね。飲んでてください。ありがとうございます。甘いものって食べられますか。大丈夫ですよ、食べます。読谷にあるクッキー屋さんに美味しい。ありがとうございます。加藤さんどこ行った。今外いますね。加藤さん、コーヒー飲んでてください。どうぞ。もうね、お客さんが来たらどこからともなく現れるんですよ。お客さん来ると。そうなんです。来るんですね。うん。で、俺一人でこう仕事してても絶対来ないんですけど、神さんが来るとまた来るんですよ。俺には全然懐いてない。あ、そうなんだ。先生、僕これ買います。ありがとうございます。じゃあ包みますね、はい、いいですか。はい。じゃあじゃあもう那覇向けですよね。サボラミ。こうやっぱ自分自身はそこを結局出たいと思っても。ベジキーマカレーはビーガン対応。ジャガイモのスープです。カレーの前菜です。ベジキーマカレーです。豆乳チャイです。キャラメルナッツ。ごちそうさまでした。涼しい。